ただいまから通常国会閉会に伴います安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。はじめに総理からご発言がございます。皆様方からのご質問はその後に頂戴いたします。それでは総理ご発言お願いいたします。はい。昨日通常国会が閉会しました。4年前政権奪還後の最初の通常国会において私は建設的な議論を行い結果を出していこう、こう各党各会派に呼びかけました。その原点は今なお変わることはありません。しかしこの国会では建設的議論という言葉からは大きくかけ離れた批判の応酬に終始してしまった。政策とは関係のない議論ばかりに多くの審議時間が割かれてしまいました。国民の皆様に大変申し訳なく感じております。印象操作のような議論に対してつい強い口調で反論してしまう、そうした私の姿勢が結果として政策論争以外の話を盛り上げてしまった。深く反省しております。また、国家戦略特区をめぐる省庁間のやり取りについて、先週、文部科学省が徹底的な追加調査を行った結果、新しく見つかったものも含め、文書を公開しました。これを受け、内閣府の調査も行い、関係する文書等を明らかにしました。しかし、最初に調査した段階では、ソリナの存在を確認できなかった。二転三転した形となり、長い時間がかかることとなりました。こうした対応が国民の皆様の政府への不信を招いたことは率直に認めなければなりません。信なくば足らずであります。何か指摘があればその都度真摯に説明責任を果たしていく。先週も調査結果の発表後に予算委員会の集中審議に出席いたしましたが、4年前の原点にもう一度立ち返り、建設的な議論を行い、結果を出していく、そうした政治が実現するよう、政権与党としての責任を果たしてまいります。国民の皆様から信頼が得られるよう、冷静に、一つ一つ、丁寧に説明する努力を積み重ねていかなければならない。その決意をこの国会の閉会にあたって、新たにしております。今月もイギリスで、フランスで、そしてイランで、テロ事件が発生しました。テロの恐怖は世界に拡散しています。こうした時代に東京オリンピック・パラリンピックを3年後に控える我が国にとってテロ対策の強化は待ったなしであります。テロを未然に防止するため国際組織犯罪防止条約を締結し国際社会と連携を強めていく。今回成立したテロ等準備罪処罰法はそのために必要なものであります。今後通常国会での審議、さまざまなご指摘などをしっかりと踏まえながら本法を適正に運用し国民の生命と財産を守る、そのことに万全を期してまいります。天皇の
退位等に関する皇室典範特例法が成立いたしました。国民の皆様の理解のもと、衆参両院の議長、副議長をはじめ、与野党の枠を超えたご協力をいただきましたことに改めて御礼を申し上げます。今国会では150日にわたった会期の間に、政府が提出したほぼすべて60本以上の法律が成立しました。民法、刑法についてそれぞれの分野で一世紀ぶりとなる歴史的な改正が行われました。衆議院の区割り法も成立し、一票の格差を是正するとともに、かねてからお約束していた衆議院定数の10削減が実現いたします。改正福島復興特措法の下、原発事故により大きな被害を受けた福島のなりわいの復興をさらに加速してまいります。雇用保険法を改正し、4月から雇用保険料率の引き下げを行いました。中小小規模事業者の皆さんの負担を低減します。合わせて本年の春闘では高い水準の賃上げが4年連続で実現していますが、これと相まって働く皆さんのさらなる手取りアップを図ります。現在有効求人倍率はバブル時代をも上回る極めて高い水準にあります。この春高校や大学を卒業した皆さんの 98% が無事就職を果たし、社会人人生をスタートさせました。これは調査開始以来最も高い水準であります。雇用を増やし、所得を増やす、経済の好循環をさらに力強く回転させていくため、これからも安倍内閣は経済最優先で取り組んでまいります。その鍵は成長戦略の実行、構造改革の断行にかかっています。今国会では全農改革や酪農改革など8本に及ぶ農政改革関連法のすべてが成立いたしました。農業を魅力ある成長分野に変え、農家の所得アップを実現する、若者が夢や未来を託すことができる農政新時代を切り開いてまいります。岩盤のように固い規制や制度に風穴を開ける国家戦略特区法の改正案も成立いたしました。これまでこの制度を活用して長年認められてこなかった一般企業による農地取得や学校教育に民間の知恵を取り入れる公設民営学校も解禁しました。千葉県の成田市では国際的な医療人材の育成を目指し、38年ぶりの医学部新設が実現しました。国会終盤では国家戦略特区における獣医学部新設について、行政が歪められたかどうかをめぐり大きな議論となりました。獣医学部はこの50年以上新設が全く認められてきませんでした。しかし今、鳥インフルエンザ、口蹄疫など動物から動物、さらには動物から人にうつるかもしれない伝染病が大きな問題となっています。専門家の育成、公務員獣医師の確保は喫緊の課題であります。そうした時代のニーズに応える規制改革は
行政を歪めるのではなく、歪んだ行政を正すものです。岩盤規制改革を全体としてスピード感を持って進めることは、まさに総理大臣としての私の意思であります。当然その決定プロセスは適正でなければなりません。ですから国家戦略特区は民間メンバーが入った諮問会議や専門家を交えたワーキンググループにおいて議論を進め決定されていきます。理事はすべて公開しています。むしろそうした透明で公平公正なプロセスこそが内向きの議論を排除し、既得権でがんじがらめとなった岩盤規制を打ち破る大きな力となる。これが国家戦略特区であります。半世紀ぶりの自由学部新設についても、審議に携わった民間議員の皆さんはプロセスに一点の曇りもないと断言されておられます。まさに岩盤規制改革の突破口です。しかしこの特区制度について、この国会では民進党の皆さんから制度自体を停止する法案が提出されました。改革を後退させようとする発想であり、誠に残念でなりません。岩盤規制の改革には抵抗勢力が必ず存在します。しかし私は絶対に屈しません。既得権と手を結ぶことも決してありません。今後とも総理大臣である私が先頭に立ち、ドリルの刃となってあらゆる岩盤規制を打ち破っていく、その決意であります。この国会では長年実現してこなかった返還不要給付型の奨学金制度を新しく創設する法律も成立しました。児童養護施設や里親の下で育った子どもたちなど、経済的に特に厳しい学生を対象に、すでに運用を開始しています。子どもたちこそ、我が国の未来であります。この通常国会では、この通常国会はまさに、未来を開く国会となりました。どんなに貧しい家庭に育っても、希望すれば高校にも専修学校、大学にも進学できる。子どもたちの誰もが夢に向かって頑張ることができる日本でなければなりません。そして若者もお年寄りも女性も男性も障害や難病のある方も、一度失敗を経験した人も、誰もが生きがいを感じ、その能力を思う存分発揮することができる一億総活躍の日本を作り上げていかなければなりません。その本丸は、あらゆる人にチャンスを作ることであります。家庭の経済事情にかかわらず、高等教育をすべての子どもたちに真に開かれたものにしていく、リカレント教育を抜本的に拡充し、生涯にわたって学び直しと新しいチャレンジの機会を確保する、これらに応えるため、当然大学の在り方も変わらなければなりません。人づくりこそ次なる時代を切り裂く原動力であります。
これまでの画一的な発想にとらわれない人づくり革命を断行し、日本を誰にでもチャンスがあふれる国へと変えていく、そのエンジンとなる有識者会議をこの夏立ち上げます。いわばみんなにチャンス構想会議であります。そのための体制を来月中に整えます。憲法施行70年の節目である本年、次なる70年、その先の未来をしっかりと見据えながら、人づくり革命の実現に向けて総合的かつ大胆な戦略を構想したいと考えています。2週間後にはドイツで G20 サミットが開催されます。米国、EU のほか中国、ロシア、韓国など主要国の首脳が集まるこの機会を活用して積極的な首脳外交を展開したいと考えています。挑発をエスカレートさせる北朝鮮問題について、日米韓のがっちりとしたスクラムを確認したい。そして来るべき日中韓サミットの開催に向けて準備を本格化してまいります。課題山積ではありますが、内政に外交にさらに気を引き締めて全力投球してまいりますので、国民の皆様方のご理解とご支援をお願い申し上げます。私からは以上であります。それでは皆様からの質問をいただきます。質問をされる方は所属とお名前を明らかにされた上で、お願いいたします。はじめに幹事社の方からの質問です。はい、どうぞ。幹事社の毎日新聞の高山と申します。よろしくお願いします。先ほど冒頭でもおっしゃいましたが、この通常国会ではですね、加計学園をめぐる問題や森友学園をめぐる問題などに論戦に注目が集まりました。で、加計学園の問題ではですね、特に国会最終盤、文科庁の再調査で総理のご意向と明記された文書の存在が確認される一方、内閣府の調査ではそういう発言や文書はなかったという調査結果が発表され、食い違いも見られました。野党は閉会後もやっぱり説明を行うべきだと主張してまして、森友学園についても疑念はやっぱり払拭されてないんじゃないかと主張しています。この2つの問題についてですね、もう十分説明責任は果たされたという認識でいらっしゃいますでしょうか。また先ほど説明を積み重ねるともおっしゃいましたが、どのように説明を果たしていきますか。でさらにですね、テロ等準備罪を新設する法案の審議では、与党は委員会審議を省略する中間報告という異例の手法を使って成立させました。当然法案の審議が不十分だったという指摘もございます。国民の不安払拭に向けてですね、どう説明をこれからも果たしていくおつもりでしょうか。この週末の各社の世論調査ではですね、10ポイント近く内閣支持率も落ち込みました。そうした状況も踏まえて以上の点お答えいただけたらと思います。以上です。今ご指摘をいただいた問題についてはですね、国会において政府として説明を重ねてきたところでありますが、残念ながら必ずしも国民的な理解を得ることはできていない。率直にそのことは認めなければならないと考えています。テロ等準備罪処罰法はですね、テロ対策について国際的な連携を強化していく上において不可欠な法律であると考えておりますが、依然として国民の皆様の中に不安や懸念を持つ方がおられることは承知をしております。しかし改めてこの機会にもう一度私からはっきりと申し上げておきたいことはですね、一般の方が処罰の対象となることは処罰の対象となることはない。そしてまた一般の方が被疑者として
捜査の対象となることはないということは、改めてはっきりと国民の皆様に申し上げておきたいと思います。これらの法律を実施していくにあたってですね、国会でのご議論なども踏まえて適正な運用に努めてまいります。しっかりと適正に運用していく中において、今私が申し上げたことについて、我々が申し上げていることは間違いなかった、そう確信していただけると、こう思っています。国民の命と財産を守るための法律であります。国民の命と財産を守るために万全を期していく考えであります。また森友学園への国有地の売却については、すでに会計検査院が検査に着手をしており、政府としては全面的に協力をしてまいります。国家戦略特区における重油学部の新設につきましては、文書の問題をめぐってですね、対応が二転三転し、国民の皆様の政府に対する不信を招いたことについては、率直に反省しなければならないと考えています。今後何か指摘があれば、政府としてはその都度真摯に説明責任を果たしてまいります。国会の開会閉会にかかわらず、政府としては今後とも分かりやすく説明していく、その努力を積み重ねていく考えであります。今国会の論戦の反省の上に立って、国民の皆様の信頼を得ることができるように、冷静に、そして分かりやすく、一つ一つ丁寧に説明していきたいと思います。それでは幹事社からもう一問いただきます。はい、どうぞ。幹事社の TBS の岩田と申します。今後の内政の課題について何点か伺います。まず東京都議選まで2週間を切りましたけれども、自民党総裁としては何を争点に戦って、どの程度の議席の獲得を目標とする考えでしょうか。また憲法改正について、自民党は年内に原案をまとめる考えですけれども、そのあたりも見据えまして、夏に任期が切れる自民党の役員人事、さらには内閣改造についてはタイミングも含めて、どのような方針で臨むお考えでしょうか。さらに自民党内には、来年の通常国会で改憲を発議して、次の衆議院選挙と同時に国民投票を行うという案も浮上していますが、この国政選挙と同時に国民投票を行うということの是非も含めてお考えをお願いします。東京都議会議員選挙はですね、あくまでもこれは地方選挙でありまして、現在東京都民の皆さんが直面しているさまざまな地域の課題、東京独自のテーマが争点になるものと思います。自民党においてもですね、東京都連が中心となって、都民の皆さんに地域に根付いた身近な政策をしっかりと訴え、一人でも多くの当選を目指してまいりたいと考えています。いかに暮らしやすい東京を作っていくか、安全な、そして子育てしやすい、素晴らしい環境になる、そういう東京をどうやって作っていくか、そして2020年の東京オリンピックに向けてですね、どう統制を進めていくかということも議論になっていくんだろうと思います。いずれにせよ、まさに東京都民の皆様方におけるですね、さまざまな課題が当然争点になっていくんだろうと思います。またですね、憲法改正については、自民党、これは立党以来の党勢であります。先日自民党総裁としての私の考え方を、お示しをしました。これを受けて、党の憲法改正推進本部において、すでに衆参の憲法審査会に提出する具体的な改正案の検討が始まっています。その上で、自民党としての提案を、未だ国会の憲法審査会に提出をしていない段階でありました。現時点においては、その後の発議などについて申し上げる段階ではないと考えています。そもそも衆参両院の3分の2を形成すること自体がですね、そう簡単なことではない、容易なことではありません。
まずは与野党を超えて建設的な議論を行えるような、そうした自民党提案となるよう中身の検討を優先したいと考えています。さらにはアベノミクスの一層の強化、働き方改革、人づくり革命などさまざまな重要政策において大きな推進力を得るためには人材を積極的に登用し、党においても政府においてもしっかりとした体制を作っていくことが必要であります。そうした観点も踏まえながら党役員人事、内閣改造についてはこれからじっくりと考えていきたいと思っています。これからは幹事長以外の方からご質問いただきます。質問ご希望される方は挙手をお願いいたします。私指名いたします。指名を受けましたら改めまして所属とお名前を明らかにして質問をお願いいたします。多くの方質問希望されてますのでお一人様一問でお願いいたします。じゃあリンダイエス。ロイター通信のスティーグと申します。外交についてお聞きしたいんですが、アメリカのトランプ大統領は中国との間で当初の様相を上回る、良好、な関係を築き上げました。アメリカと中国の緊密な関係が日本に赤影響をもたらす懸念がありませんでしょうか。日本に悪影響ですか。日本に悪影響、悪い影響、すみません、はい、よく、米中関係が進展するとですね、日本が困るんではないかという指摘はよくあることでありますが、私は全くそうは考えていません。米中の首脳同士がですね、信頼関係を築いて緊密に協力していくことは世界にとっても私はまた日本にとってもプラスであると考えています。世界のさまざまな課題に大国である中国、米国とともに取り組んでいかなければならないわけでありまして、これは例えば気候変動の問題もそうでありますし、さまざまな課題にともに手を取り合って取り組んでいくことが今世界で求められているんだろうと、そう思います。例えば北朝鮮問題への対応であります。北朝鮮に対して最も大きなテコを有するのは中国であります。そのためにも、日米韓で協力を進めるとともに、中国とも緊密に連携をしていく必要があります。そのために日本から中国にも働きかけますし、米中がいわば認識を同じくしていく、この北朝鮮の問題は世界的な脅威であるという認識を同じくして、そして同じ方向に向かって進んでいくことがですね、この問題を解決していく上においても必要だろうと考えています。中国に対しては先般楊潔チ国務委員が訪日をした際、私からも働きかけを行いましたが、米国があらゆるレベルで中国と連携して北朝鮮に圧力をかけていくことは日本にとっても利益になると思います。いずれにせよ日本にとって日米同盟、これは外交安全保障の基軸であります。首脳レベル、大臣レベル、そしてあらゆるレベルにおいて、意思疎通を密にして、そしてサプライズがないという関係を作っていくことも大切であろうと思います。今はそういう関係を作ることができていると考えております。米中間においてもですね、日中間においてもそれぞれの関係を発展させていくことが日米両国ともにプラスになっていくという認識でですね、今後対応していきたいと思います。はい、それでは次の質問を、じゃあ原さん。 NHK の原と申します。加計学園の問題、森友学園の問題に戻させていただきます。国会では公文書の扱いが問題となりまして、
日本維新の会は公文保存を義務付ける文書の範囲を拡大する法案を提出しましたし、民進党内で野党側も同趣旨の法案を出しています。今回の問題を踏まえましてですね、公文書管理法の改正、あるいは公文書管理のあり方について、総理はどのようにお考えでしょうか。法改正に取り組むお考えはありますでしょうか。公文書管理についてはですね、過去から現在、そして未来へと国の歴史や文化を引き継いでいくとともに、行政の適正かつ効率的な運営を実践し、現在と将来の国民への説明責任を全うする上においても重要なインフラであると言ってもいいと思います。今回の国会審議において公文書の扱いについてですね、さまざまな議論がありました。そうした中でこのことの重要性について改めて認識したところであります。政府としてはその重要性を踏まえて、各行政機関における公文書管理の質を高めるため、不断の取り組みをしっかりと進めていく考えであります。はい、それでは次の質問をいただきたいと思います。じゃあ島田さん。日本経済新聞の島田と申します。成長戦略に関連してお伺いします。構造改革が思うようなスピードで進んでいないのではないかという指摘も少なくない中でですね、先ほどキーワードとして挙げられた人づくり革命をもってですね、構造改革を加速させるためにはその会議体の設置にとどまらず担当閣僚を置くべきではないかという指摘もありますが、そのような考えはございますでしょうか。またその成長戦略の観点から TPP などその通商環境の変化への期待も聞こえてまいります。目下交渉中の EU との EPA 交渉について7月の G20 首脳会議の頃までに大筋合意をする考えはございますでしょうか。TPP11 についても例えば年内など早期に合意可能だと見ていらっしゃいますでしょうか。合わせて将来的にですね、アメリカが TPP の枠組みに戻る可能性は高いとお考えでしょうか。よろしくお願いします。安倍内閣においてですね、各省庁にわたる重要な国家的な課題、例えば地方創生、あるいは一億総活躍社会、そしてまた働き方改革、そうした政策を前に進めていく上においてですね、有識者会議を持つとともに、設けるとともにですね、担当の大臣がリーダーシップを発揮していく、そして分かりやすく国民の皆様に発信していくことによってですね、政策を推進することができたと考えておりますので、今回のですね、みんなにチャンス構想会議におきましてもですね、人づくりを進めていく上においても、考えていきたいと思っています。そしてまた通商戦略についてでありますが、日本は自由貿易によって高度経済成長を遂げてきたわけであります。国境を越えてですね、物が行き交う、そして人が行き交うことによってさまざまな知見が、あるいは経験が交わり、新しい知恵が生まれ、そして国際社会の荒波の中でですね、競争する中においてですね、技術は進歩してきたと言ってもいいと思います。まさにこのダイナミズムこそがですね、世界の繁栄やそして平和の礎だろうと思います。そしてそれはですね、基本的な考え方として誰にでも開かれていなければならない、そして公正なものでなければならないと考えています。日 EU の EPA 交渉はですね、まさに21世紀にふさわしい自由で公正なルールを作り上げる作業であります。現在東京で詰めの交渉が行われておりまして、できるだけ早期に大枠合意を実践したいと思います。TPP についてはですね、アジア太平洋地域を発展させるために必要なルールは何か、
3カ国は長い時間をかけて真剣に話し合ってきた結果がですね、まさに成果として結実したものだと思っています。10カ国はこの成果を何とか生かそうとする点で一致をしています。来月我が国が主催する高級事務レベル会合でですね、TPP の早期発効のための方策の本格的な検討が始まります。我が国はですね、議長国として各国と緊密に連携をし、スピード感を持って11月の APEC 首脳会合に向けた議論を前進させていきたいと思いますし、そのためにも日本がリーダーシップを発揮していかなければならないと、その責任も感じております。日米間においてはですね、新たな経済対応を立ち上げました。日米でアジア太平洋のモデルとなるルール志向の枠組みを作りたいと考えています。日本はあらゆる手段を尽くして、自由でルールに基づく公正なマーケットを世界に広げていく、これからも自由貿易の基礎としてリーダーシップを発揮をしていく考えであります。それでは最後の質問にさせていただきます。じゃあ西垣さん。フジテレビの西垣です。よろしくお願いいたします。北方領土問題についてお伺いします。平和条約締結交渉と、先般のですね、山口での日本共での首脳会談から半年経ちましたが、当時言っていた元島民の方の初の航空機による誤算というのは、昨日京都、これ天候の関係で今中止になっているわけで、手続きが進んでいるという部分もあるかもしれません。一方で共同経済活動はですね、現地での自治調査などそういった具体的な北方四島にという手続きが滞っているように見えるわけなんですけれども、この現状とですね、今後これを進めていくための首脳会談を交えたりですね、何らかの手法、見通しについてお伺いします。昨年12月の長門における日露首脳会談、プーチン大統領との間で合意した事柄についてはですね、事項については次々と今実現に向かって進んでいると思います。今ご質問があった航空機による特別墓参であります。これは島民の皆さんもご高齢になって、飛行機で行ければという強い、思いがある中において、ロシア側も、これは了解したところでありますが、昨日か今日のいずれかに実現する予定でありましたが、国後島の空港が濃霧で、航空機が着陸できないため、残念ながら延期となって、しまいました。今後、元島民の方々とご相談しながら、天候の許すできるだけ早い時期に墓参を実践したいとこう考えています。また共同経済活動についてはですね、先月官民調査団がサハリンを訪問しました。そしてサハリン州知事をはじめとする関係者と詳細な協議を行うなど準備を進めてきています。今月下旬に、官民の調査団が北方領土を訪問し、現地調査を行う予定であります。前回はサハリンでありましたが、今度は北方四島の現地調査を行います。日露双方で関心の高い漁業や観光といった分野でプロジェクトが具体化できるよう、有意義な現地調査を行いたいと考えています。プーチン大統領とは7月上旬の G20 サミットの際に首脳会談を行うことで一致をしております。これまでの進展を踏まえて、プーチン大統領と率直な意見交換を行い、今までの信頼関係の積み重ねの上にですね、議論を進めていきたいと思いますが、この特別墓参や共同経済活動の実現に向けて弾みを与え、平和条約締結に向けて、この平和条約締結に向けたプロセスを前進させたいと考えています。はい、皆様ありがとうございました。以上をもちまして記者会見を終了いたします。ご協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。